蘇我馬子。蘇我の馬子は、飛鳥時代の政治家、貴族、邸宅に島を浮かべ体験があったことから島大臣とも呼ばれた。美達朝で大臣につき、以降、陽明天皇、諏春天皇、水古天皇の四代に仕え、54年にわたり、県政を振るい、蘇我氏の前世時代を築いた。以下は、日本初期、古事記の記述によるものである。美達天皇元年。 五百七十二年の美達天皇の即位時に大臣となる。美達天皇十三年、八十四年くだらから来た、しかし神が、石像一体、佐伯蓮が仏像一体を持っていた。それを、孫がこうてもらい受け、田立等と池のべこ織伝を派遣して修行者を探させたところ、張間国で高栗人のエビンという原属者を見つけ出した。孫はこれを主として、 芝田地等の娘の島を特度させて、二とし全身二となし。さらに、全身二を同志として、全像に、エゼン二を特度させた。孫は仏法に帰還し、三人の尿を敬った。孫は、石川宅に仏典を作り、仏法を広めた。微達天皇十四年二月、五百八十五年、孫は病になり、牧者に占わせたところ、 父の稲目の,の時に仏像が破棄されたたたりであると言われた。孫は、美達天皇に創上して、仏法を祭る許可を得た。ところが、この頃、薬病が流行り多くの死者を出した。3月、廃仏派の物ノべベモリアと、中富の勝サ会が、茂神を信奉したために薬病が起きたと創上し、美達天皇は仏法を止めるようこと乗りした。モリアは寺に向かい、仏殿を破壊し、 仏像を海に投げ込ませた。森屋は孫ら仏教信者を罵倒し、三人の二層を差し出すよう命じた。孫は二層を差し出し、森屋は全裸にして縛り上げ、尻を鞭打った。しかし、薬病は治まらず、微脱天皇も森屋も病気になった。人々は仏像を焼いた罪であると言った。同年六月、孫は病気が治らず、創上して仏法を祀る許可を求めた。 美達天皇は孫に対しての未許可し、三人の二僧を、返した。孫は三人の二僧を拝み、新たに寺を作り、仏像を迎えて供養した。同年8月、美達天皇が崩御した。葬儀を行う貧窮で孫と森屋は互いに罵倒した。立花法日巫女、金明天皇の巫女、母は、孫の姉の北志姫が即位し、陽明天皇となる。 陽明天皇の異母帝の穴ホベ王子は好意に突きたがっており、不満を抱いた。穴ホベ王子は、モリアと結び、先帝、美達天皇の長身三輪略を殺害させた。陽明天皇二年四月587年、陽明天皇は病になり、美穂、仏法を信仰することを星軍心に図った。モリアと中富の勝る会は反対したが、 孫は御子との利を奉ずべきとして、穴ホベ王子に、僧の報告を連れてきさせた。森屋は怒ったが、軍心の多くが、孫の味方であることを知り、河地国へ退いた。ほどなく、陽明天皇が崩御した。森屋は、穴ホベ王子を行位につけようとしたが、同年6月、孫が先手を打ち家し木や姫、美月天皇の子を奉じて、穴ホベ王子を殺害した。同年7月、 孫は軍神に諮り、森屋を滅ぼすことを決め、諸王子、諸豪族の大軍を挙兵した。孫軍は、河内国渋川軍の森屋の居所を攻めるが、軍事士族の物の部氏の兵は盛況で稲城を築いて、頑強に抵抗し、孫軍を三度撃退した。馬屋と王子が四天王像を堀り戦勝を祈願し、孫も、児童を建立し、仏法を広めることを誓った。 孫軍は奮起して、攻勢をかけ、富の一位が森屋を射殺し、孫は勝利した。同年八月、孫は初世辺の王子を即位させ、スシュン天皇とした。歌手家姫は皇太后となった。スシュン天皇元年、五百八十八年孫は前身にら奥らへ留学させた。スシュン天皇四年、九十一年、スシュン天皇は軍神と測り、 ミマナの湿地回復のため2万の軍を畜紫へ派遣し、死者を白木へ送った。政治実験は孫にあり、スシュン天皇は不満であった。スシュン天皇5年10月592年、天皇へイノシシが献上された。スシュン天皇はイノシシを刺して、いつかイノシシの首を切るように、賃が憎いと思うものを切りたいものだと発言し、多数の兵を招集した。孫は、 ス春天皇の発言を知り、天皇が自分を嫌っていると考え、天皇を殺害することを決意する。同年十一月、孫は、東国から長があると偽って、東漢ご間に、ス春天皇を殺害させた。その後、東漢ご間は、孫の娘の川上娘を奪って、妻とした。怒った孫は、東漢ご間を殺害させた。孫は皇太后であった姫を即位させ、 初の女系である、水古天皇とした。馬屋当時、聖徳太子が皇太子に建てられ、摂政となった。孫は、聖徳太子と抗議して、政治運営し、仏教を奨励し、下に十二階や十七条憲法を定めて、中央集権化を進め遣隋士を派遣して、隋の社会制度や学問を輸入した。水古天皇四年、五百九十六年孫は、 蘇ガ氏の宇治寺である飛鳥寺を混流した。水戸天皇20年、612年、北志姫を、金明天皇陵に合葬する儀式を行った。北志姫は、皇太友人と尊称され、長子、軍神が類した。蘇ガ氏の絶大な牽制を示した。水戸天皇28年、620年、聖徳太子と共に、天皇期、国期、 新年友の宮津子国造180部並び公民、東本記を記す。水古天皇三十年、六百二十二年、聖徳太子が死去した。孫は、聖徳太子と協調した一方、聖徳太子の進めた、天皇権力の強化を警戒していた。水古天皇三十一年、六百二十三年、白木の、朝を催促するため孫は、境辺の言馬友を大将軍とする。 数万の軍を派遣した。白木は戦わずに長考した。水戸天皇三十二年、六百二十四年孫は、元は、蘇我氏の元織で皇室の領地となっていた、葛城の県の割情を、水戸天皇に要求したが、水戸天皇に、自分は、蘇我氏の出で、大臣は叔父だから、大臣の要求は何でも聞いたが、これだけは、聞き入れられないと拒否された。 水古天皇三十四年、六百二十六年孫は死去した。孫の葬られた桃原墓は、奈良県明日香村島の省の石舞台古墳だとする説が有力である。また、同古墳の西数百メートルの位置にある島省遺跡について、邸宅の一部だったとする説がある。孫の人物については、古事記、日本書記の記述に追うところが大きいが、いずれも、 後年藤原氏が権力を握ってから編纂されたもので、藤原氏が栄達する契機となった木の富の変で、蘇我氏を滅ぼした正当性を高める目的で、危機に登場する蘇我氏は、皇室の取りを目論む横暴な豪族として、悪事ばかりが強調されているのではないかという説がある。ただし、水古帝の時代に、かに12回制度や17条憲法の創設、 遣随使派遣といった政治外交における大きな自責を無視するわけにいかず、これらを中心となって主導した孫の功績を皇族である富子、聖徳太子が行ったものと記し、孫を太子の性的に位置づけたとする説、聖徳太子はいなかった説、聖徳太子イコール蘇我馬子説がある。また、専用一印蘇我氏を排除したとされる大家の改新についても、 近年事実関係が異なるのではないかという説が提唱されており、孫の子と孫である祖外像、祖外遥か親子は後に実現する、立体制への移行を推し進め、外交面では朝鮮半島への派兵計画に反対していたが、天皇即位を目論んでいた、慶美子は、木の富の変でいるかを殺害し、遥を自殺に追い込み、直後に高徳天皇として即位した。 その後、くだら支援を名目とした朝鮮半島への武力介入を強行した者の白隙の絵の戦いに、大敗し、党、白木との対立が深まる結果となった、木の富の編書説反動クデター説。その後、天智天皇として即位した中野大江の王子により、党との外交関係の修復や画財布の強化による国防計画、大見大津宮への遷都が試みられたものの国内の、 不満は収まらず、その死後に人身の乱を招く結果となっている。奈良県明日香村において、蘇我イルカ屋敷跡と,と見られる遺構が発掘されているが、日本書紀に記されているようにイルカが、上野宮門、帝、谷野宮門と呼称して、あたかも天皇のごとく振る舞いた根拠とされる遺跡からは、武器庫や武器が発見されており、さながら軍事要塞の体を成していたことが確認されている。 イルカが、党の侵略を警戒し、外交による解決を図るとともに、有事の際に皇室を守る備えをしていたのではないかと、する仮説が立てられており、日本書紀の記述とは大きな隔たりがあることが確認され。また、改新の御事のりの内容については、藤原家から出土した木簡により、文書が奈良時代に書き換えられたものと決着した。このように、遺跡発掘による、 科学調査が進むにつれて、日本初期の記述に疑いが生じ、蘇我氏戦王についても信憑性に疑いが生じている。少年は不詳であるが、名前の孫は馬年生まれであることにちなむ可能性もあり、苦行部人に在官55年とあることから、550年の後五年前後であろうと推定する人もいる。父は蘇賀否め、姉に、 蘇我北志姫、金明天皇妃。日本書記では妹に蘇我小姉君、くん、金明天皇妃。なお、古事記では、小姫は、北志姫のおばとされる。妻は、日本書記では、物延ノベ大連、物延守ベの妹、九字家長、石上ブリジング役所主古宿根系不良では、物延守ベ妹の、太とび仙台九字本儀天孫本儀では、 モノノベカマタリ姫オトジ、父、モノノベモリアのイボテイイシガミニエ、古代連、母は、モノノベモリア同母妹のヌノミヤビとある。子に、ソガゼントク、ソガクラマロ、ソガエゾ、ソガイルカ、ソガクラの山田石川のマロは孫。また、娘に、川上娘、スシュン天皇妃、皇妃下義羅爪、田村王子妃、とじ子の羅爪、聖徳太子妃など、 外籍となって権力を振るった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。